スの眼球を持った SCP-525。アイテム番号、SCP-525。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。実験以外では SCP-525 の個々の構成要素は別々の密封容器に保存しなければなりません。6個以上の構成要素をそれぞれ同じ部屋及び15メートル以内で保存してはいけません。すべての現在存在している構成要素は保管サイト、23の、から、のロッカーで保管されています。クラス D 職員にのみ SCP-525 の取扱許可が与えられています。全監督官は実験中に保護用のアイウェアを着用しなければなりません。説明。SCP-525 は10、15cm の長さの複数の分離した節足動物の足肉です。DNA 鑑定は確定的ではありませんでしたが、イトグモ科のロクソスセレスルフェスセンスが最も近いです。それぞれの足の根元には複数の微細な肉を突き刺すことのできる鍵爪がついています。SCP-525 は短く、細かい毛で覆われ、とても脆いです。1本または6本以下の時、SCP-525 は不活性です。8本の SCP-525 の構成要素がそれぞれの範囲内、約 0.6 メートルに持ち込まれると、足は即座に群れに潜り込み525-1と呼ばれる一体の実体に付着します。この時点で、速度は大幅に増加し、最も近い人間または類似の存在、ホイ、525-A3 章に接触を試みます。適当な動物を見つけると、525-1は動物の目直接登ります。甲に集まると、4本の足はまぶたを確保し、その他は目を引き抜きます。525-1の素早い動きにもかかわらず、最大限の注意が眼球に損傷を与えないように払われ、データ削除済み、で視神経と網膜静脈の中心を切断します。一旦眼球が元の所有者の加工から外れると、525-1はそれぞれの足の根元を眼球に挿入します。精密な検査で根元の鍵爪は効率的に足に根付くように広がっていることが示されました。放置されると、525-1は眼球の持ち主の甲に卵を産み付けて離れます。文書、525-A3 章。眼球を所有しているとき、525-1はもはや敵対的ではなくなり、その動きはいくらか鈍くなります。奇妙なことに、525-1は視覚刺激に反応を示さず、視力のために眼球を使わないことを示唆します。525-1によって取られたチンパンジーの眼球の解剖と1週間の保持により、データ削除済み、の形成が明らかになりました。時間とともに眼球は水分を失い、最後は SCP-525 と同じ赤みがかった色に変色します。2、3週の地に525-1は眼球を手放し、別の眼球を探し始めます。ホイ、525-A。525は大型から中型の哺乳類に反応します。爬虫類、魚類、鳥類にはほとんど反応を示しません。クロコディルス・アクチュス、アメリカワニが晒された時、525-1は中止術を試み、盲目にすることにはできましたがその他の行動は失敗しました。それ以降、最初の実験にいなかったものも含め全525実体はワニに反応を示さなくなりました。文書、525-A。525-1に露出した後の被検体 D-1548 の観察記録。2000年。月、日、ワイス博士により報告書編纂。一週目、医療スタッフが D-1548 の近くで待機します。14個の不透明なヒキガエルの卵に似た卵状の物体が外眼筋に埋められているのが発見されました。3つは取り外されて研究所に送られます。D-1548 は隔離されます。2週目、D-1548 の怪我は正常に治癒しています。卵はわずかに膨張しているように見えます。D-1548 は異常による不快感を示しません。研究所に保管された卵は溶解しました。3週目、D-1548 は加工の、電通、
が増していると報告します。D、1548は怪我を調べるために鏡を要求します。要求は却下。筋組織が融合し、卵を不明瞭にしました。4週目。D、1548は包帯を無理やり剥ぎ取るとか、こう調べようと試みます。拘束に成功します。最初に露出して24日のち、11体の成熟した SCP-525 の構成要素が D、1548の加工から噴出し、データ削除済み、の融合を始めます。